リグアイの一部と2本鎖 RNA の複合体の構造。中心の黒色が2本鎖 RNA で赤色がーマッタンガーの抑制ドメイン。他がヘリカーゼドメインリグアイは人の自然免疫系で働くタンパク質の分子。ウイルスが細胞内に侵入した時にウイルス由来の RNA を認識し、抗ウイルス作用を示す I 型インターフェロン酸性の 誘導を引き起こす細胞室内に存在する RNA ヘリカーゼである。京都大学の藤田久志教授らによってその機能が明らかにされた。リーグ1と誤って発音されることが多いが正しくはリーグ愛である。レチノイン酸によって誘導されるリーグアイはインターフェロンやウイルス感染によってもそのメッセンジャー RNA の発言が誘導される。 N 末端領域に2つのカード様のドメインを持ち、中央にヘリカーゼドメイン、C 末端のドメインは、N 末端のカード様ドメインの働きを抑制する、機能を持つことが知られている。ウイルス由来のと合末端がリン酸化された、平滑末端を持つ 23RNA は、C 末端ドメインによって認識され、RNA と結合すると、タンパク質の構造変化が起こり、 C 末端による抑制が外れ、N 末端のカード様ドメインが活性化し、下流の IPS-1 分子にシグナルを伝えることで、I 型インターフェロンの酸性を誘導する。また、カード様ドメインの活性化には、トリム25と呼ばれる指キチンリガーゼによる K63 を介したポリ指キチン化が必要であると報告されている。また、 東京大学の谷口教授らのグループは、大分子だけでなく、リグアイも、B 型 DNA を直接結合し認識すること、この認識が、単純ヘルペスアイ型ウイルス感染時のアイ型、インターフェロン酸性に必要であると報告している。また谷口教授らは、リグアイが、ウイルスの RNA や DNA を認識する際には、HMGB タンパク質が必要であることを、報告している。 リグアイと高い相動性を示す RNA ヘリカーゼとして MDA5 と LGP2 が存在する。リグアイと同様に自然免疫系で働く TLR 分子の故障にちなんでリグアイ、MDA5、LGP2 の3つの RNA ヘリカーゼを RLR あるいは RLH と呼ぶ。リグアイによって認識される RNA ウイルスとしてインフルエンザウイルス。 仙台ウイルス、日本脳炎ウイルス、水悼、帯状疱疹ウイルス、C 型肝炎ウイルス、フィロウイルス、西ナイルウイルス、マシンウイルス、狂犬病ウイルス、風疹ウイルス等がある。また、ピコルナウイルスに属するマウスの意味株は MDA5 によって認識される。また、リグアイは RNA ウイルスの生産する日本腐り、RNA を認識する。なお、 通常の人細胞中には2本グサリ RNA は存在しないので、もし細胞内に2本グサリ RNA が存在するならこれは何らかの異常事態に由来するものであることになる。なお、TLR3 や MAT5 など別のレセプターも2本グサリ RNA を認識する。リグアイ遺伝子のノックアウトマウスの多くは耐性致死であり、ごくわずかだけ生まれるがすぐに死亡する。 体外で死亡する理由としては肝臓の発達異常に由来する。しかし、近年、別のリグ、アイノックアウトマウスでは発生の異常は存在しない、ことも報告されている。この場合は大腸炎を発症する。近年のゲノムプロジェクトからリグアイは哺乳類、特有の分子であると考えられている。一方、同じ RLR に属する MDA 5と LGP、 には魚でもその絵が報告されている。ありがとうございます。